はい、皆さんこんばんは。それでは、難易度修羅の外縁ですね、今回もやっていきたいと思います。まあちょっと前回やってみて、マガタマ3つ目でさ、あのやつが出てくることが分かったので、345と連続してマガタマを取らないと、まあ、ちょっと厳しいぞということですね。さすがに残り2個を鍵探しながら残り2個をゲットするのはまあ無理でしょう。なんです、345とねまとめて、取れるようにしたいかな。ここミミズ部屋ですね。これ多分上の階から行くんだけど、鍵がなければダメ。素晴らしい。で、鍵が、これね、ちょっとね、多少マップ覚えてきた。これね、多分、こっちから行けないんだっけ？行けないのか。これ、多分こっちから行って、ここで上上がれるはず。マップ自体は結局ランダムなんだけど、この構造自体はブロックブロックで分かれてるので、このここは見たことがある。前回も見たので、多分ここ開ければ、ここね、ミミズ部屋入りますね。よし、鏡、よし、いきなりマガタマゲット、素晴らしい。ただここは飛ばなきゃいけないのか。待って、近いな。あ、でもなんかあるね。え、素晴らしくね。鍵じゃないこれ。素晴らしい。一気に2本、初っ端から2本鍵が手に入るとか素晴らしすぎる。ちょっといなくなるまで待ちましょうか。マガタマはとりあえず2個目まで取っていいんだけど、3個目は少し我慢して、出口まで行きます。そっから、出口から近いマガタマ3つ開けられるようにしておきましょう。扉を開けていつでも取れるようにしておきましょう。どうなってるこれ。マップ把握しとこう。落ちる場所だけど、落ちて何かいいことがあるのかってね、この間も思ったんだけどね、落ちていいことがあるのか。まあ鍵あるからな。なんとなくなんだけど、下ってあんまりいいイメージないんだよね。ね、下に落っこって何かいいことあったかなと。アイテムなし、こっちもなし。何にせよコンパスか鈴が欲しいとこですね。今広いとこに出るのもありだと思います。今の回復だよね。回復か。白すぎてよく見えねえ。青玉欲しいね。トカゲの尻尾はいらない。長靴が手放せないので、扉を開けていこう。下に降りるところだね。すいません、ちょっと今一旦カット入りました。ちょっといろんな音が入っちゃったので一旦カット入ります。で、今鍵見っけました。はい、で、あ、来てるな。やたら敵来るな。なんか遭遇率が非常に高いのでやり過ごしましょう。多分
敵の数もさることながら、この高低差があって、そこでやたら結構当たるんだろうね。これ下の階か、下の階だな。なかなか結構遭遇するよね。なんか走ってるやつにやたら当たる気がする。あー、今の利用できないかな。まだいるかな。まあいっか、いなくなっちゃった。利用すればよかったね今ね。せっかくなら鍵開けてもらえれば。こんなにチャンスな場所なのに、まあいっか。とりあえずこれで2個目です。さあ3個目からはちょっと取らないでキープしておきましょう。何にせよコンパスか鈴が欲しいね。ゴールを目指そう。で、できれば青玉なんかも大量。下に入れるのかな、これ。これ見つかったらね、すごい勢いでこっちまで走ってくるので、下の階にいてもね。あ、鈴だったな。できれば見つかりたくない。鈴か、ちょっとまだ鈴が早い気がするな。コンパスを先に見つけたいな。うん、あ、しまった、虫いるんだった。一発が痛えな。避けないと一発で50食らうんだ。へへー、下の階かな。なんかあそこで光ってんな。妙に遭遇率が高くてさ、あいつと。なるべく足音が聞こえたら走んない方がいい。じゃんや、虫やべえな。次虫で殺されるのマジで。なるべくやり過ごした方が良さそうな気がする。下降りてみましょう。なんかね、青玉だけが異常にあるエリアがここにもあったと思うんで、この外縁にもちょっと欲しいね。今回はそれを利用したい。これはしゃがんで入る場所なんてあるんだ。地下はあんまりアイテムないからな。あ、壊した跡がある。あ、さっきのとこに戻ってきたのか。さっきその上の階で勾玉をゲットしました。ではアイテムあるかな。行かない方が良さそうだね。じゃあこれは下側か。あ、いいね。そう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 、それそれ、欲しいのはまさにそれ。いいんじゃない。光っちゃって見えねえな。ゴールは向こう。どうやらね、スタート地点を示してるらしい。その秘密の部屋っていうか、の方の。来てんな。ってことは。
向こう側、今来た方だな。一応ゴールの方に目指しましょう。向こう側か。まあ、コンパス見ながらさ、光を照らせるのありがたいよね。ほんと昔の仕様だとね、コンパス開いたら明かりが使えなかったからね。いちいち ライトを消しながらコンパスを確認したという、そんな時代もありました。多分ゴールは地下だから、地下進んでもいいかもしれない。あー、でもアイテムを取るんだったら、そっか、上からなきゃいけないのか。あ、ここゴールだ。ゴール近えなゴール近えな。こっちとこっちの2箇所か。まあ、ここはゴールになりうると。ゴール前にマガタマあるね。これは取っておきたい。いや、だからこれは最後に。まだ取らないよ。これは最後だな。最後のマガタマだ。鍵を開けておきます。これはいいマガタマだね。で、残り2つ。最後、つまり、最後はつまり、お、鍵、ナイス、いいね。どっちから来るかだな。ゴール側の方行ってみようか。あ、こっちは行き止まりではないか。行き止まりだわ。こっちはないな。じゃあ、来る方向はこっち。2種類しかないわけだな。もっと青玉が欲しい。あ、あったあったあった。いいね。ビクトリーロードが、を作っていこう。ここいらは、ちょっと今、無理して走らないでゆっくり時間をかけますと。スマを開けておこう。見通しをよく。ちょっと待って、来てるな。そういえば千里眼に合ってないね。雲にも。いや、いたら困るんだけどね。2個を、なるべく近場で2個を見つけて、で、走ってんな。あとはまあ、逃げ込む感じ。ほぼほぼ一本道だね、これ。そういうこと起きる？そういうこと起きる？でもここ取れるから大丈夫だよね。まあ、ビビらず行きましょう。ここは通れないけど、両脇は通れる。よし。まあ、ほぼほぼ一本。ここ帰れなくなったら嫌だな、でも。鳴き声の主の声がする。ってことは、そこにマガタマがあるな。鳴き声の主のところのマガタマ輪っかは、ちょっと、あれだね。時止めの玉とかないと。
ょっと待ってね。どこにあんだ。どこだどこだ。あーなるほど、はいはいはい、その突き当たりのところ、この右側のところか。いいねいいね、感覚が近いな。よし、あーいい鍵もある。ちょっとリスクあるな、これは。だから鳴き声の主を誘導しておくのも手だね。ね、そこにいるので手前側に誘導しておくのも手だね。待ってね、そこに曲がったボタンが4つ目がありました。あともう一個、あともう一個だな。待ってね、ま、迷わないようにしないとな。今誘導できたかな。とりあえずここがビクトリーロードです。これ覚えられるかな。だからここはもう分かったんだけど、あと一個どこかだな。あ、また来たよ。あ、大丈夫か。いや来てるな、無理や。あと一個どっか見つけねえとな。割と近いところで、あと1個行き止まりか。これ行き止まりだ、来たらアウトだな。うーん、まあでも行き止まりが多いのだな。こことこの横はどうだろうか。横はどうか。こっち側に、あーちょっと待って、近いな。シャン、シャンがいないとこがいいな。一応ね、雲と千里眼がね出てきてないんだよね。たまたま出会ってないだけなのか、それともこっち側はどうかな。マップでいうところの、ああ明るいとこ来たか。妙に来るな、おい。違う階か。ここ、ああーなるほどなるほどなるほど、これはいけるかもしれん。でもどうやって帰ってくるかだな、問題は。あ、これダメだな。どうやって帰ってくるかな。一回リハーサルするか。そこに曲がたま間違いなくあるね。ただこれ落ちた後にどうやって、ここで取れるんですよ。落ちた後にどうやってれば上がってこれるかな。一回リハーサルするか。これ後ろ側から上がれなかったっけ。
がれないか。上がれるね。じゃあこのコースだな。で上がってそこに青玉あるよね。ちょっと不安だな。おそらく象が正面から来るだ。時止めの弾があるな。ちょっと待って、ちょっと準備させてね。あれどこだ。中入っちゃいます。今敵いたので中入っちゃいますね。もう一応ね、ある程度のプランは出来上がりました。うん、マガタマ3つ目を取ってゾウを出した瞬間から一気に残り2個を取ってゴールまで駆け抜けます。今回はそのプランでいきたいと思います。よし、これはいいぞ。アイテムも申し分ない。で、鍵ももういらないんだよな。鍵もいらないってことはもう使っちゃっていいんだよな。で、ぐるっと回ってきて落ちたらまず右に行ってぐるっと回ってくるんだよね。ちょっと待って、リハするよ。これ失敗したらアウトだもんね。やべ、今見つかるのは良くない、面白くない。ちょっとごめんね。ちょっとここは慎重にやらせてもらうよ。よし、じゃあ今一度プランを説明します。そこのレバーを押して下に落っこちる水路のマガタマを取ります。そうするとゾウが来ます。でゴールに近いのですぐ来ます。ただ落ちたら水路を右から曲がって上に上がってそのまま、青玉のエリアの方を爆走しますと。多分そこでゾウに当たるかな。そしたら、鳴き声の主がいるところのマガタマ2個目、これ4個目ですね。でここをもしかしたら走ってると鳴き声の主に位置がバレちゃうのでそこで時止めの弾を使うと。で、ゴールの本当間近のところを左にあの階段を登るとそこにマガタマがもう1個あると。それが最後の1個で、一番最後に、ゴール前に鳴き声の主がいるのでそれだけ注意ですね。そこだけ注意して、あとはその通常に走り回ってるやつですねが注意が必要ですと。よし、じゃあ行こうか。頼むよ、うまくいってくれよ。こっちだけではもっと楽なんだけどな。いなくなるの待とう。よし、さあ3つ目取るよ。まだ追ってくるかな。大丈夫だよね。 OK、 まずはやり過ごした。
で、次はここですね。象の前に使っちゃう？使っちゃおう。もう一個あるね。やったー。もう一個ある。もう一個使える。で、おそらく象が来るので、ここも焦らず行きましょう。すぐ使っちゃおうか。はいはいはい。で、次これですね。ここアイス取った。で、今度は、下に行って、最後ですね。鳴き声の主にだけ注意。鳴き声の主だけ注意ですね。こいつだけしっかりパシャッと取って、もったいぶらずに取って、で、置いて、よし、よし、完璧。まだまだいる、まだいる、まだいるまだいる、まだいる、まだ来るのかな。まだいたね、普通に。しぶしぶとくか。ふぅー、オッケー。鈴つかなかったわ。イエーイ、やった、修羅も突破したぜ。完璧に決まりましたね。いや、でも雲とか千里眼いなかったな。どこ行っちゃったんだろうね。なんだろう、簡単だったな。運が良かったのかもしれないけど、すごく簡単にクリアできました。やりました、修羅、外縁でございました。お疲れ様です。あー、噛んじゃった。